どうも、ベレスパスカイティーと思います。はい、ふつ東方学園でアグエロ初使用していきたいと思っております。デッキの方は、大神、シュナイダー、ロマーリオ。で、若島津、アグエロ、サンターナ。この6人でいこうかなと思っております。はい、そしてアイテムの方は、パワードリとマネキネコ持ち込んでおります。では、やっていきましょう。まあ、今回は、アグエロ、テントリア枠ではございません。まあ、早打ちを取りつつ、やっていこうかなと思っております。まあ、実際ね、大神、まあ、大神入れた方が良さそうな感じはしてるんですよ。まあ、パワー上限アップもあるし、テントリア確定だし。まあ、アグエルの場合はテントリア確定にならないので、失敗したらそこで終わりっていう制限がついてしまいます。なので、今回は、アグエルではなく、大神でテントリア取っていこうかなと思ってます。あと、できればね、前目にオフェンス上限アップね、持ってるキャラがいたら、まあ、それ入れたかったんですけども、まあ、後指か後指に入れたかったんですけど、いいキャラがいなかったんで、かけるとかが使えないんでね。まあ、ちょっと今回はこういう編成となっております。いいね、スピード。ナイス。シュナイダーこのまま行こうか。行っておきます。さあ、うまいことハマってください。まあ、アグエロね、得意練習頻度が5あるんですよ。まあ、自分のやつは4なんですけども、最大5あるんですよ。まあ、それだけね、タッキーやすい。で、まあ、得意練習頻度あったらね、タックは弱いっていうイメージあるんですけども、アグエロはオフェンス鍛錬です。オフェンス鍛錬となると、ね、その分、スペシャルタックボーナスが高いんですよ。2種連のものより高くなってますんで、そこまで低くないはずです。オフェンス鍛錬で頻度5ってなかなかいないはずなんですよね。今まで確かオフェンステクニックの場合は何か桜庭とかをはじめ結構いたんですけど、今いないはずなんですよ。オフェンス鍛錬はね。なので結構期待の星ではありますね。はい。では、ここ一回休んでいきますね。体力的に休もう。はい。大神進んでいきます。OK です。はい。ロマーリオ。で、これは上ですね。てか、ロマーリオ進むの早いな。あと一回で終わっちゃうよ。しっかりとオフェンス上げたいな。オフェンスパワー上げていきたいですね。ロマーリオはおそらくオフェンスかパワーの依存なので、しっかりと上げていきたいと思います。まあでも、サンターナとかはね、テクニック依存なんで、テクニックがね、なかなか上がらないんだよな。まあ、序盤に敏将一発ね、でかいの来てくれたからありがたいけど、敏将はどうしても足らなくなってしまうことがあるんでね。まあ、しっかりと稼いでいきたいです。もう一発ぐらいでかいの来てほしい。はい、ではこれディフェンスいっておきます。シナイダーのね、V ワードもらっておきたい感じはしますが、これはもうディフェンスでいいです。はい、大神が進んでいきます。大神残り1回ですね。あ、残り2回か。はい、そしてここで、これテクニックいきます。できれば芯も踏んでおきたいし、ギーもさっさと踏みたい。なので、ギー枠を増やします。まあ、オフェンステクニック踏んどけば、ギーは増えていくんでね。まあ、しっかりとセクイチからギーを踏んでやっていきたいですね。今までは芯と体を進めるっていうのも大事だったんですけど、今 V3 モードを進めるっていうのがかなり大事になってきてます。まあ、なので、まあ、しっかりと進めておきましょう。で、ここは、まあ、とりあえずスピードいきましょうか。はい、19% 通りました。敏将稼げるのはありがたいですね。ナイスです。はい、V3 モード発動ということで、さあ、でかいタック踏んでいきましょう。はい、若島津、いいね、首都ディフェンスゲットですね。で、そろそろね、若島津も抜いてもいいと思うんだよな。でも抜くためには、オフェンス上限アップのディフェンス、オフェンスの、オフェンス得意練習の、あれだな、後枠が欲しいですね。はい。ここは、使っとこうか。ワンチャン次練習来るかもしれないから、これ使っときます。いいです。はい。別に V3 モードを使いたいから今言ってるわけじゃなくて、V3 モードをささっと使ってね、2段階、3段階といきたいんで、ささっと進めることをお勧めさせていただきます。ここで一回休むかな？とりあえず一回休みたいな。はい。はい。休んでいきましょう。何も来てないんで休んでおきましょう。はい。OK です。で、若島津が残り1回。まあ、しっかりと成功してね、エアマスターね、よろしくお願いいたします。はい、セク1終了。敏将結構出てくれましたね。はい、3419。まあ、いい出だしではないでしょうか。まあ、もう、セク2でも敏将稼げるとありがたいな。まあ、オフェンスはね、ハマればもうハマり出すと止まんなくなっちゃうんで。まあ、敏将かな、大事なのはね。はい、では、オフェンスいってきます。このセクションでも1回はギを踏みたい。で、2回目の V3 モード終わらせていきたい。ささっと終わらせていこう。はい、これはワンタッチプレイで、早打ちもらってきます。はい。これは一回休もうか。まあ、これ、メンタルでもいいんだけどね。メンタルでもいいのですが。そうですね。一回休んどこう。はい。ナイスチンガバ。OK ですね。はい。で、ロマーリオは進んでいきます。ロマーリオ終わりだ。さあ、成功しろ。
ゴールハンターまでくれました。OK です。ナイス。で、エースの復活か。エースの復活までもらいました。はい、これはメンタルいっとこう。はい、メンタルいっときます。はい。で、ロマーリオですね。次、太陽踏みたいんだけどな。太陽踏みたいんだけど、微妙だな。微妙ですね。まあ、これオフェンス行くしかなさそうですね。オフェンス行っちゃいます。ギガ増えちゃうのはちょっと嫌ですけども、行っときます。最悪、確かシュナイダーの V ワード持ってたはずだから、なんとかしていこう。はい、これ一回休むかディフェンス作るかだな。作るか。シュナイダーで増やしましょう。シンかな。タイでもいいけど、これ、シンの方が多いからね。はい、ディフェンス。はい、ナイス。5人になりましたね。オッケーオッケー。じゃあ、これディフェンスいってきます。敏捷いい感じですね。敏捷いい感じ。筋力もいい感じ。ちょっと技術がね、稼げてないいい感じはしてますが、まあ、最終的にね、技術は稼ぎやすい高校でございます。なので、まあ、大丈夫だと信じてる。いやー、これ。行きたかったな、シュナイダー。シュナイダー行きたけど、ね、無理だな。今の踏んじゃったらちょっと死んでる。体力的に死んでくなるんだよな。そうなんですよ。結構ね、猛虎練習ってギリなんで、ギリの時はギリなんで、ちょっと注意していきたい。はい、スピード今回100いけそうだな。100いけそう。とりあえず94踏んでおきます。はい、で、パワー上げておきますね。はい、そしてここでテクニックですが、一回休みましょう。はい、ここで大神が終わっていきます。さあ、成功してください。オッケー、フィジカルモンスターゲットです。はい、そしてオフェンス、おぉ、来たナイス来たー、このタックありがたいよ。今回、敏捷もそこそこ稼げてるし、いい感じですね。はい、まあ、とりあえずこんな感じで行っときましょうか。途中出場はいいや。はい、では、オフェンス、あ、待てよ、振っとくか。うん。精神も乾燥してますんで、これは振っときます。はい。ではこれ、オフェンスいっちゃいましょう。まあ、技術以外乾燥か。まあ、いいよね。はい、いってきます。はい。もう、猛虎練習、OK です。はい。で、全員銀に変わるのか。銀に変わるのはちょっとしんどいけど、まあまあ、なんとかしよう。はい。で、終わった。これね、猛虎練習来てませんね。来てないね。まあまあまあ、ここでオフェンス90っていうのは、いや、104っていうのは早いね。104っていうのは早いです。まあ、パワーも90だし、悪くはねえんだよな。はい、おー、いいもの来てるね。これなんとかして真に揃えれない、揃えれますね。OK ですね。はい、2連チャン完走、まあ、精神完走。うん、いいですね。ナイスだわ。これはナイスだわ。ちょっと精神なんとか振りたいな。うん。はい。まあ、とりあえずこれでいきます。はい。オフェンスいっちゃいましょう。サンターナ。サンターナ何にくれるんだろう。はい。では、オフェンスいきまーす。いきましょう。いいね。いいね。でかいオフェンスタックが続いてくれるのはありがたい。しかも、セク3じゃなく、セク2から進んでくれてるからね。ありがたい。はい、いいよ。いいよ、いいよ。もっともっと。もっともっと。はい。これは、シュート力でいいですかね。はい。もらっていきましょう。ネオ、ファイヤーショット。はい、これテクニック行きたいところですが、これは一回休もうかなって感じですね。体力的にしんどいから休んでおきましょうか。で、パワー振っときます。で、スタミナも振っときましょう。悪くねえ。てか、敏捷稼ぎたい。ちょっと最後の方にスピードタック来てくんねえかな。来てほしいな。はい、では、一回休みます。スピードタック。はい、アグエロ。成功してねと。ラインブレーカー。はい、オッケー。重戦車早打ちゲットです。ナイスです。これフィジカル行こうかな。フィジカルかな。うん。まあ、ちょっとタイ増えちゃいますが、いいです。シーンを増やしておきましょう。で、この辺でタイが増えてくれるとあれ、タイが来てくれると嬉しいんだが、はい、で、うん、いいね。いいね。はい、終わっていきます。ネオファイヤー。はい、オッケーです。で、ここで、メンタルは、うわ、これタイ、フィジカル踏みたいけど、まあ、しょうがないな。いや、これメンタルいくよ。シュナイダーね、V ワード欲しいんですよ。ね、タイもらってっから、あとシンとギーだから、これはもらっときたい。で、キラさんもちょっとついでに欲しい。OK、ギーもらえました。ギーもらえました。はい。で、沸かしまず終わっていきます。これ、一回休むか。うん、ちょっとね、猛虎練習進まなかったけどな。とか、セク3でカバーしていきたいな。シンとタイを終わらせていきたい。うわー、踏めない。これは一回休みますわ。一回休みます。
73なんだよ。7733だから、シーンはいけ、お、10964。1万超えましたね。まあ、シーンはなんとかなりそうだけども、あと3だから、タイがあと7回なんだよな。きついんだよな。はい、オフェンス。おー、マジで、そんな来てくれる。ヒューが来ないかな。若島津だけでも変わってほしい。若島津だけでも変わってほしいな。うん、ヒューガにしときます。この後、シュナイダー使いましょう。はい、オッケー、ナイス。これはありがたい。まあ、シュナイダー使った方がよかったかな。まあいいや。まあいい、まあいい。はい、では、オフェンスいっちゃいましょう。オッケーです。全員ギに変わっちゃう。まあでも、この後、タイを揃えていきたいよね。できればタイばっかり行きたい。タイばかり行かないと、タイが終わらない。あと6回あるからね。このセクション中にタイ、あと1回ぐらいまでに。お、マジでそんな来る？そんな来る。じゃあ、これ、シュナイダーだ。これ、シュナイダーだ。うん、これ、シュナイダーして、V3 起こそうか。ね、V3 起こそうか。はい、ありがとう。また感想だ。ありがてい！臨床稼ぎてえな、これ。オフェンスもう109になっちゃったからね。臨床稼ぎてえ。筋力余ってる。やばいな。やばいですね、これ。ハマってますね。いやー、臨床結構稼げた方だと思ったんだけどな。全然稼げてなかったわ。はい、ナイス。ナイスオフェンス。この後できればメンタルに来てほしいな。メンタル踏ませてほしいな。体力的にね。はい、サンターナ。はい、体力回復です。OK です。ね、ここでメンタルは来なかった。まあでもいいタックだから、これはオフェンス行きましょう。いや、いいね。いい感じで来てるよ。精神溢れてるよ。どうする？ゴールハンター？まあ、いっか。臨床なんだよな。回復もらっときたいよね、これはね。うん。まあ、いいか。こんな感じで踏もうか。はい。では、これ、オフェンスいっちゃいます。いきましょう。これはまだタイでいてくれるからいいよ。はい。で、次、一回休んで、って感じかな。はい、アグエロ。OK ですね。うわー、マジか。39%。そうきたか。まあ、これはメンタルですね、さすがに。さすがに無理だ。さすがに無理。39はドリンク飲みたくないし、これは無理。タイにも、タイ増やせなかったしね。増やせたらワンチャンあったけど、これもメンタルいとく。いいよ。まあ、芯が増えるのはね、まあ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 、最悪いいです。最悪いいです。おー、ギガ増えるか。738。ああ、まあいいや。これギガ増えてもいい。じゃあちょっと能力振っておきますね。うん。ね、技術が履けないんだよな。技術が履けねえ。どうしよう。まあこの辺か。パスも振るか。まあまあまあ、これを振ればなんとかなるけど、ちょっと敏捷来ないとテクニック振れないんだよな。臨床来ないとテクニックない。はい、ではオフェンスいっちゃいます。いきましょう。はい、いいですね。もうこれ練習。はい、サンターはな、圧倒的個人技。いや、臨床欲しいな、臨床。臨床が欲しい。セク4でハマってほしい。はい、これメンタルいきます。お、来た！いいね、反町。反町はナイスや。で、これ芯使っておきます、一応。はい、ちょっとでもでかくしておきましょう。はい、ではこれメンタルいっておきます。で、ここで、反町もらいました。次もメンタルタック来てほしい。メンタルの猛虎練習が来てくれると踏みやすいんだけどな。はい。あー、それいらない。いや、やる気下がった。あー、これは踏まないね。やる気上げていこうかな、一応。まあ、一回休めてもいいんだけどな。やる気上げていこうか。はい、上げときます。15か30欲しかったな、体力。はい。で、これメンタル、若島津を、これオフェンスに踏んでいきましょう。このセクション中に終わるんじゃないかな？終わりそうですね。終わりそう、終わりそう。これは終わりそう。はい、まあ、とりあえずパワーフ、いや、ネオファイヤーだな。はい、ではメンタルいきまーす。はい、で、若島津練習後イベント来てください。はい、OK、オフェンスに呼んでおきます。で、引き続きメンタルに来てくれるとありがたいですね。タイはまあ無理だとしても、メンタルに来てくれると体力的に楽。OK。
いいね。キラさんもついでに。で、サンターナが来てくれる。これ、シーンを増やしておきます。この後多分シーンを増やすことはもうないんで、金輪際。うん。OK ですね。これ行ってきます。で、キラさん。キラさん次3回目だっけ ?2 回目か。なんか来てる、練習後イベント来てくれてなかったんだよね、確か。はい。で、サンターナがオフェンスに来てくれました。OK です。では、キラさん来なかった。まあいい。まあいい、まあいい。いやー、これ、キラさん行きたいなー。フィジカル行きたいなー。うん。このセクションはもう、諦めてますんで、ね。どうしよう、敏捷がマジで足んないんだよなー。どうしたものか。まあ、これはフィジカルなんでしょうね。はい、キラさん。キラさん。キラさん。次、あー、しないだね。あ次は来た、OK。まあでも2回目ね、だからいらねえな。もうさすがに4回目、5回目いけないか。無理だな。はい、そして、まさかのスピードが来てくれた。あ、タイ、4人ぐらいしかいないよね。これ、タイ集まってくれましたね。これでタイとシーン終わっ、奇跡に近いな、これ。ありがてえ。ありがとう、ありがとう。タイ終わった。このセクションでかなり稼げた。いつも1万2、3000点だけども、ここで、1万9533。いいね。ナイスですね。はい。ではセクションやっていきましょう。これは、まあ、体力回復でもいいんだよな。うん。上のやつは確か体を増やすやつなんで、体はもういらないしね。しょぼいなぁ。しょぼいなぁ。これメンタルいっとこうかな。ダメかな。うん。ギー増やしとくか。ギー増やしてメンタルに行き、読んでいきますか。ね。メンタルいっときます。はい。行きましょう。まあ、大事なメンバーが来たら、ソリマチ組んでなんとかできるから、まあいいです。はい、もうご練習行ってきます。こういう時ね、誰も来ない時ね、嫌なんだよな、オフェンスにね。はい、では、あ、テクニック、テクニック、芯が増えちゃったか。あー、そうきました。そうきました。じゃあ、沢田くん使うか。沢田くん使って、ここをもう一回行くのありだな。ディフェンダーはどのみち銀できるから、これはメンタルいっておきます。いいです。はい、いっておきましょう。いいよね。まあ大事なキャラはソリマチできるから。あと5。微妙。まあでもこいつらタック高いからもういっか、いっちゃうか。オフェンスいっちゃいましょう。いいよ、いっちゃう。あ、でも、意外と高いな、やっぱり。こいつらタック性能いいからね。鍛錬ばっかだから。いや、違う。サンターナは鍛錬じゃねえや。まあまあまあ、タック性能は悪くない。悪くない。しないでも違うやん。若島津だけか。はい。まあ、とりあえずこんな感じでいきましょうか。敏捷が欲しいですね、本当に。で、ささっと敏捷呼びたいから、これはもう、オフェンス行って、行って、で、次、オフェンスに4、5人固まってくれて、スピード呼ぼうか。いや、でも、4、5人読んだところで正直経験って溢れちゃうんだよ、もう。で、サンターナ。あ、失敗。うわ。そうか、テクニック上げてねえわ。テクニック上げれなかったんだ。確かにね。一回休もう、これ。多分ドリンク今回余るな。余る雰囲気がしてる。余る雰囲気はしてますが、まあ、しょうがないんだよな。どうしよう、この辺取っときたいんだよな。ゴールハンターも上げていきたいな。精神余るんだな。はい、フィジカルモンスターはまた後だな。フィジカルのコツあるもんね。はい、PK。いやー、敏捷足んねえなー。足らねえなー。これどうしよう。どうしたら一番綺麗？まあこうなんだろうな。で、技術。そうだよな。精神がもうパンパンだよ。パツパツなんだよ。はい。ではこれでいってしまいます。一回休みましょう。はい。そしてオフェンス3人。3人。アグエロ。アグエロ、先にスピード呼んどくか。はい。スピードに呼んどきます。いいです。次。次は来いよ。いや、あまりね、バラバラのところに集めるのちょっとダメだから、ナンセンスだからね。ここはオフェンスに、5、4人、オッケー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 、いいタックだ。これは4、6が、
でも現状ね、触れないんだよな。技術精神触れないんだよね。コーチング取っとこう。いらないけど。いらないけど取っときまーす。はい、無失点も取っとこうか。はい、ではオフェンス行ってしまいます。サンターナのコツいただきます。ということで、はい、大神、来いよ。大神、ちゃんと来いよ。これ練習後イベント。練習後イベント来ないとまずいぞ。なんでや、来てくれない。まあ、いいか。まあ、しょうがねえな。で、ここでオフェンス、これ、技能は呼びたいんですよ。これ、スピード、いや、これ、オフェンス一回踏むな。オフェンス一回踏みよう。てか、もうパワーが111だ。いや、敏捷があれば触れるんだよ、敏捷。これ、精神もったいないけど、オフェンスに呼びます。いいです。オフェンス行って、スピードに呼びます。技能まま呼びたいんで、オフェンスかテクニック。はい、サンタナ、OK、スピード。さあ、こっから、うわ、2人か。2人じゃない、1回休むか。ドリンクあるんだけどね。うん、いいや、休まない。はい、振るものがない。振るものがない。はい、オフェンス呼びます。スピード呼びましょう。シナイダー、サンタナ、ここ来い。来ないんかい。どうしようかな。もうさすがにスピード踏んでいきたい。さすがに最後にオフェンスはめたいから、これはもう、ああ、こんなとこで集まっとる。こんなとこで集まってもしょうがないんだ。とりあえず、V3 モードで行きましょうか。ギ。はい、スピード。うん、できれば誰か一人いてほしかったんだよな。オフェンスに運びたいからね。はい。で、次もスピード行きますが、乾燥タック。いやー、微妙。あ、でも、待て。あるね。オッケー。まだ600ぐらいまでいく ?674、OK。まあまあまあ、敏捷は、ここである程度は稼げた。でもまだ足んねえんだろうな。足らないかもしんないけど、頑張るしかないんだ。技術が余ってる。はい、まあとりあえずこんな感じでスピードいきましょう。はい、0% ですが、これはドリンク飲んでおきます。別にどっちでもいいんでね。アイデアスピードいきましょう。で、次、オフェンス飛ぼう。サンターナかな。はい、両利きがゲットですね。いや、大神か。ごめんなさい、大神でした、オフェンス。さあ、あとはテクニックでもう一回ぐらい呼んでおきたい。メンタル、メンタルいこうか、これ。メンタルいこうか。まあ、技術精神余るけどね、余るけど、体力温存しつつ、まだこれね、V3 モード発動してますので、発動しておりますので、これはメンタルいって、火のままいっちゃいましょうか。はい。うん。では、これメンタルいきます。で、行けよ。オフェンスに行けよ。誰が行く?ロマーリオ、アグエロ。アグエロ。いや、ロマーリオはいいな。ロマーリオはいい。アグエロは得意練習員で5だからね。はい、アグエロでした。残念。はい。で、ここでオフェンスタックのでかいのが来てません。いやー、微妙だな。いや、これ、精神も踏めない。義に変えるものがないんだ。義に変えるものがないから。義に変えるもんねえんだよな。で、ここでオフェンス踏むわけにはいかない。いや、テクニックは F のままだ。やばいな。F はやだな。これ、通院しよう。いい。はい、膝爆弾。はい、オフェンスに、かー、まあ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 、スピードも行きたいところですが、これはオフェンス行っちゃおう。オフェンス行って、まあ、ロマーリオを釘付けしといて、そうだね。精神振りたいな。カウンターはさすがにきつい。敏捷がきつい。アイデアオフェンス行きます。はい、オッケー。精神技術は溢れていく。で、オフェンス、最後3人以上確定なんで、まあ5人、5人来たところで多分触れないんだろうな。まあでも来てほしいな。まあ最後ここ金徳取ってテクニック上げて終わりかな。うん、C にしとこうか。テクニック C にしときます。はい。はい、終わりました。2対1終わりましたね。ということで最後は乾燥タックが来てほしい。敏捷204稼ぐ、204ちょいか。はい、オフェンスナイス乾燥来てくれました。はい、すごく長くなりそうだったんで切っちゃいましたということで、オフェンス。これはもう最後ネタで使っとこうか、キラさんのやつね。はい、使っておきまーす。はい、ではこれで終了です。精神はダダ余りしましたね。
まあしょうがない。で、民衆がやっぱ足んねえんだな。テクもっと上げたかったけどね。はい、ではこれちょっと能力振っていきます。どうしよう、何振ろう。まあこの辺だな。はい、振っておきます。精神は無理です。はい、ではこれでいってしまいます。はい、終わりました。満点取れました。ここバルサーしっかりとやっていきます。ここはさすがにね、満点取っていきたいんで、精神はもういらないんで、筋力技術敏捷、取っていきたいですね。はい、ではサクッとピンちゃんいっちゃいましょう。はい、2対0、無事終わっております。オール10ですね。さあ、経験点どれくらいいったんだろう。3万2、3000点はいっているんだろうけども、さあ、どれぐらいきましたかと。はい、3万3960。はい、振ってまいりました。まあ3ターンは失敗してしまいましたが、まあまあまあいい感じになったんではないでしょうか。アグエロ界すごいタックが来てくれましたね。やっぱ得意練習頻度が高かったね。はい、XS 初ということで今回は終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。